オープニングレースのガールズの予選1がスタートを切りました。1番車の渡辺、7番の藤原です。最初に1コーナーを回ったのはご覧の通り7番の藤原春日ということになります。渡辺ゆかりが追って2番手、そして5番車の鈴木彩香が3番手、ゆっくりと3番の鈴木直が上昇していきます。4番車の比嘉真理央、そして後方に控えたのは2番車の中村凛香、最後方が6番地元の井出口美智子です。各選手の位置情報が決まってまいりました。まず前は7番車の藤原春樹です。2番手追走1番の渡辺、そして3番手に注目の3番の鈴木直です。今回参加前に佐世保バーガーをたらふく食べての登場という情報が入ってきています。調整は万全といったところか。そしてその3番の鈴木の後ろに5番の鈴木彩香が控えています。今日はこの鈴木彩香が現在は3番の鈴木直の後ろを追っています。一発を持っている4番の沖縄の比嘉真理央が現在は5番手、そして2番車の中村凛香、最後方6番の井出口と展開が変わっていません。淡々とレースが運んでいます。ガーズの予選ですけども、明日行われます予選の2と成績上位7名が最終日の決勝進出ということになります。2周回目4コーナーから直線部分残り2周です。打掌周回1コーナーのカーブに勝っています。注目は3番車の鈴木直ですが、この彼女がどういう動きを見せるか。5番の鈴木彩香が追っています。じっと4番の比嘉真理央は5番手、まだ後ろから仕掛けようという人が見当たりません。初登場の7番の藤原春日が正攻法でジャンを受けました。さあペーサーが外れた。先行7番の藤原です。渡辺が2番手、注目の3番の鈴木直が3番手、ゆっくりと4番の比嘉真理央が上がっていこうという体勢で4コーナーから直線部分、まだピッチが上がっていません。一応7番の藤原春日が先行で、レースは残り周 400m を切ったところで一気に3番車鈴木直が上がっていきます。5番の鈴木彩香が続いている。外から4番車比嘉真理央が仕掛けて第2コーナーからバックの中央です。さあ一気に飛び出していきます。4番の比嘉真理央、3番車の鈴木直を捉えています。4番3番追って5番の鈴木彩香が3番手、4コーナーを待って直線コース。4番車の比嘉が逃げる。後ろから3番の鈴木が追い込む。どうやら100勝達成です。どうやら100勝と達成となりました。3番の鈴木、5番の鈴木彩香が従って直線部分。さあリプレイ確認しましょう。比嘉が飛び出した後ろを追う形になりました。その3番の鈴木直が最後に直線追い込んできています。外からは5番の鈴木彩香、3番5番4番です。これでどうやら鈴木直ちょうど節目の100勝達成ということになりました。審判の確定放送までしばらくお待ちください。